はい、こんにちは。今回はタンスに弦のスタンディングデスク、これを組み立てていきたいと思いますよ。では行ってみよう。中身全部取り出しました。箱は大きかったんですけどね、こうバラしてみると意外にパーツは少ないなっていう印象があるんですけど、ね、これがね一番重たいです。で、この天板もね意外と重たいんで、女性一人で作業するときはね結構気をつけた方がいいなと思います。で、またここから組み立てていきたいと思います。組み立てが終わりました。箱から出して全部組み立てて、でゴミも捨ててっていうところで、だいたい1時間半ぐらいかかりました。箱から取り出すのが結構大変だったりとか、結構重たいんで床を傷つけないようにしながらとかね、いろんなところに気をつけながらやんなきゃいけないんで、結構時間がかかりました。でもね、これやっと完成しました。白色の机にしたんですけれども、やっぱり広々とね開放感があってすごくいいなと思います。こうやってコードがねちゃんと入るような穴もあったりします。足はこんな感じで、がっちり頑丈な足をしてます。机の右側を下から、ね、斜めに撮ってる映像なんですけれども、スタンディングデスクね、これを実現するための装置がこれなんです。ここは身長が164センチなんですけれども、もう立った状態でこの一番机を低くしてると午後の付け根あたりですねぐらいに、机の高さが来てます。椅子を置いて、こうやって座って作業する分にはすごくいいんじゃないかなと思います。この机の一番のポイントのスタンディングデスク、それにしてみたいと思います。このレバー、これをグッと前に行きます。グッとおーっとおー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 、これが一番高い状態。レバーをグッと引くと、自動的にこのガス圧力で自動的にシューッと上がっていくんですね。一番高い位置に机を持ってくると、こう大体この胸の高さね、胸の高さまで、この天板が来てます。こんな高さでねタイピングすることもできます。こうやってね、肘を置きながら、こっち側にねこうやって肘を置きながら作業ができるので楽です。これは次に机を下げるときは、このレバーを手前に引きながら上からグッと体重をかけます。で、腕の力だけで下げようとすると結構ガス圧が強いんで、こう全体重をねもたれかかるようにしながらやるのがおすすめです。こんな感じ。おお、はい。このスタンディングデスクのいいところは、自分の好きな場所でピタッと止めることができます。これ一番低い状態で、ちょっとだけ上げたいなと思ったらレバーを上げて上げます。で、ここで止めたいと思ったら回して止まります。こんな感じで、もうちょっと上げたいと思ったらぐーっとちょっとだけ上げて離す、止まる。こんな感じです。だから自分が一番いいなと思える高さで机を使うことができるんですね。これね、すごい便利で、もう一ついいところを言うとすると、このスタンディングデスクは電気を使わないわけですよ。電動のスタンディングデスクってあると思うんですよね。あれね、すごい便利だと思うんですけど、電源を取る必要もあるんですよね。だから無駄にコンセント1個占領してしまったりとか、電気系統に何か不具合があるとスタンディングデスクと使えなくなっちゃうわけです。ガス圧なんでね、電気も使わない。で、レバーを刺してこうぐる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 回すやつがあると思うんですけども、あれみたいに時間もかからないし、疲れないというところで、もうこのレバーを引くだけでこうやって簡単に上がる。で、この机自体は相当重たいんですけど、ここにね黒いローラーがついてるんですけど、これをね使って机を手前の方からグッと持ち上げます。するとこのローラーがいい感じで動いてくれて、前後の動きがものすごい簡単なんですね。で、これを使って、ある程度簡単に机の移動もできます。